はい、こんにちは、長澤です。前回の動画でですね、このリアステイの一番下のところにつけている、ブレーキがボロボロになったっていう話をしました。そしてですね、スピードが速すぎるということでコースアウトを連続したわけです。で、ちょっと形を変えました。はい、こんな感じにしました。上のところにね、こちらのホワイトステイつけてたんですけども、この真ん中あたりにねステーを配置すれば、まあ衝撃耐えれるでしょうということで、ここにですね、スタビライザーの軸、なんていうの、両ネジのシャフトっていうのかな、これを使って、結構高さを出してね、こっちもギリギリ低くしてローラーを配置しました。で、ブレーキを下げて、ブレーキのところに、バスダンパーをつけたということで、こんな感じにしました。で、ここにつけるブレーキがこちらです。スタビライザーの先っぽを回すゴムですね。これを切ってここに、スポット入れる。これでブレーキの代わりにできるよっていうコメントをいただきました。もうコメントなしでは生きていけない長澤です。ということで、こちらをブレーキ代わりにしてみたいと思います。で、モーターもね、まずはまあトルクチューンに1回戻してね、安定性を確かめてからまたハイパーダッシュにするかライトダッシュにするか考え直してみたいと思います。それではブレーキを入れてみましょう。はい、ということで取り付けが完了しました。こんな感じにブレーキが入っていますね。このゴムの厚みは 1.5 ミリぐらいなんですけども、膨らみがあるので、ステーの高さ3ミリぐらいにしないとちょっと最低市場高1ミリを下回ってしまうということで、まあ3ミリから 3.5 ミリぐらいの高さにね、調整した方がいいと思います。ということで、こちらを走らせてみたいと思います。持ってきて。ちょうだい、パパに。はい。はい、ありがとう。はい。では、こちらのブレーキをつけたマシンをね、走らせてみまーす、はい。モーターはトルクチューンになってます。はい、ということでなかなかの安定感だったんですけども、たまにちょっとねローラーのところ引っかかっちゃってると、あとはね緩めてたのもあるんですけど、マスダンパースクエアね、ここ緩んじゃった、これね、ちょっと緩めがちにしてたのをわざとやってたんですけどね、こっち緩んじゃいました。やっぱり着地の後にまた浮き上がってますよね。これをね、なんとかしたいので、まあ、例の新製品でなんとかできるんじゃないかなとは思うんですけど、フロントの方のマスナンパーはね、もうちょっと改良して、浮き上がりを防いでみたいと思います。はい、ということで、リアのねブレーキをゴムの輪っかのやつに交換してみましたよっていう動画でした。はい、また見てね。バイバーイ。ジャンプ、はい、ジャンプ。